今回の単元から私たち人や動物の体の作りや働きについて見ていきたいと思います。動物は生きていくためにいろいろなことをしています。そのために体はどういう風に作られているのでしょうか？見ていきましょう早速始めていこうと思うんだけど、まず最初に問題です。動物が生きていくために起きている時も寝ている時もずっとしていることがあります。一体何でしょう？ 答えは？呼吸です。みんなも今息をしているはずです。動物は生きている限り、ずっとこの呼吸をし続けています。呼吸が止まってしまうと、動物は死んでしまいます。じゃ、この呼吸一体何をしているの？って聞かれたら、みんなだったらどうやって答えるかな？呼吸をしている時って空気を吸って吐いているよね。そんなの当たり前じゃんって思うかもしれません。でも空気を。 たただただ吸って吐くだけなら別にしなくてもいいんじゃないかなって思うよねだけど例えば運動した直後って普段よりも息が荒くなるよね呼吸の回数が増えますということは運動の直後にはこの吸ったり吐いたりしている空気が普段よりもたくさん体の中に必要ってことかもしれませんもしかしたらこの空気の中には体に必要な成分が含まれているのかもしれません ただ空気って目に見えないので一体何を吸って何を吐いているのかっていうのが分かりにくいですなのでそれを確かめるためにこんな実験をしてみましたまずビニール袋を2つ準備して片方には吸う空気もう片方にはこの吐いた空気をそれぞれ入れますそしてこのそれぞれにある液体を加えますこれ何を何加えるかというか。 石灰水を加ってみました石灰水いうのは透明だけれども二酸化炭素と反応すると白く濁る液体だったよねこうすることで吸う空気と吐いた空気でそれぞれ石灰水に変化があるかどうか調べてみましたそうするとこんな結果になったんです吸う空気は変化しなかったが 吐いた空気は石灰水が白く濁ったんです。ということはこの吐いた空気の方にはこれ二酸化炭素が含まれていたということが分かるよね。一見同じ空気を吸って吐いているように見えたけれども。 この石灰水を入れてみたことによって、吸う空気と吐いた空気で成分が少し違っていそうだということが分かってきました。もう少し詳しくこの2つの成分を確認してみたいと思います。今度は別の道具を使ってみます。はい、使うのはこれ気体検知管です。これはどういうふうに使うんだったかというと、この上の管の部分、これを下のハンドルがついた部分にこういうふうに差し込んで 使うんですこの缶には酸素を測る用のものと二酸化炭素を測る用のものがありましたこれをこういうふうに調べたい気体が入った袋の中にすっと刺してこのハンドルをぐーっと引き上げて中の空気を吸い上げてあげますそうするとこの缶の目盛りの部分に酸素用の缶なら酸素がどのくらい入っているかその体積が目盛りに現れるというわけです。 実際にこれ調べてみた結果を見てみましょうはいまずはこの吸う空気の方の酸素の量から見てみましょう吸う空気は酸素が大体いい21%くらい含まれていました全体の空気に占める酸素の体積の割合です大体いい21%ぐらいそして二酸化炭素の方はというと大体0.03% もうほとんど含まれてい,ない二酸化炭素はとっても少ない状態でしたさてそれに対して今度は吐いた空気です吐いた空気を調べてみるとまず酸素はだいたい17から18%になっていましたこれ人によって数字は変わってくると思いますだいたい17から18%でしたそして二酸化炭素の量はというと これも人によって変わるけれども大体3%くらいでしたこうやって酸素の量と二酸化炭素の量を比べてみると吸う空気に比べて吐いた空気では酸素が減って二酸化炭素が増えていたという結果になりました実は私たちが呼吸をする時には空気中の酸素を体の中に取り入れてそして二酸化炭素を体の外に出しているんです 吸う空気に比べて吐いた空気では酸素が減っていて、そして二酸化炭素が増えているんです。ではここで空気の成分が数前と後とでどういうふうに変化するのか、もう少し詳しく見てみようと思います。このグラフは空気中に含まれる気体の体積を表したグラフです。まず吸う空気の方なんだけれども、大部分78%は窒素と呼ばれる気体で占められています。 大部分はこの窒素です。そして酸素はだいたい21%さっきの結果と同じだね二酸化炭素は0.03%これもさっきの結果と同じですこの二酸化炭素のほかにもたくさんの気体がもっと少ない量ずつ入っているんだけれども空気中の中に含まれる気体の体積が多い3つ上位3つはこの窒素酸素二酸化炭素というこの3つの成分になります。 これが吸う空気私たちの周りにある空気の成分ですそれに対して吐いた空気の方はというとやっぱり一番多いのは窒素で78%体積の量は変わらないんだねそして酸素の量が大体いい18%くらい3%くらい減っている二酸化炭素の方は約3%逆に3%くらい増えているということが分かります こっちらもやっぱり二酸化炭素以外にももっともっと少ない量入っている気体っていうのもあります。までも、このグラフからもやっぱり吸う。空気と吐いた。空気とでは酸素が減って二酸化炭素が増えているということが分かってね。最後まとめです。私たち動物は起きている時、寝ている時も生きている限り絶えず呼吸をしています。そして、この呼吸では体の中に酸素を取り入れて。 体の外に二酸化炭素を出しているんです。そして、この酸素を取り入れ、二酸化炭素を出すことを。呼吸と言うんです。